な、漫画タイムを楽しんでいるか？楽しんでるよ。それでは、昭和生まれの私たちが読んでた、1990年代の名作漫画10選、後編をプレイバックしていくぜ。ステイチューン、チャンネルはそのまま。後編一発目は、カメレオンなんだぜ。目が大きくて可愛い爬虫類だよね。飼いたい気持ちはあるよ。漫画の話だって言ってんだろうが。カメレオンは、ヤンキーを題材とする漫画だな。週刊少年マガジンで1990年から2000年まで連載されていた作品だ。単行本全47巻となっている。サブタイトルはそれぞれ、矢沢まるまるという感じだ。ギターかき鳴らしそうだね。それは矢沢永吉な。あらすじとしては、中学時代に学校中の不良からいじめの標的とされていた、矢沢永作が主人公だ。矢沢永吉じゃん。ちゃんはボケー。永作は高校進学を機に、不良デビューを果たすことに成功したんだ。めくるめくバラ色の高校生活を夢見ていた永作だが、お調子者な性格や運の悪さが災いして、次々と有名な不良とのいさかいに巻き込まれることになるんだ。最初はこんな感じだったんだね。そう。せっかく高校デビューを果たした永作は、ただでは終わらなかった。数々の危機を、はったりと悪運と悪知恵で切り抜けていき、次第に多くの不良たちを引きつけるカリスマへと変貌していくわけだ。だんだん成り上がっていくのが、他のヤンキー漫画にはなくて目が離せなかったよね。永作が喧嘩ではなく、はったりと悪知恵を駆使しながら不良の世界で成り上がっていくという、類を見ない作品だよな。喧嘩の強さや、熱い友情などがヤンキー漫画の特徴だという認識はあるだろうが、そんな常識から外れた愉快なストーリーは、本作ならではと言えるだろうな。だが、ギャグと下ネタ要素を盛り込みすぎて大きな話題になったのが、銀河鉄道999のパロディーだな。銀河鉄道999の作者の松本零士氏が怒り、単行本では収録されず封印された経緯がある。うわぁ、それはいけない。次に行くか。ボーイズビーだ。うわ、恋がしたくなる作品だ。週刊少年マガジンと、マガジンスペシャルにて連載された、学園もののラブコメ、恋愛漫画だな。このタイトルはクラーク博士の言葉、ボーイズビーアンビシャスを引用したものなんだそうだ。大志を見出せない、恋愛未経験の少年たちに送る作品、という意味合いが込められているんだとよ。これいろんなカップルが見れて面白かったよね。そうだな。登場人物や舞台が毎回違って、完結するオムニバス方式の作品で、主にヘタレな男子高校生、中学生の主人公が日常生活において、クラスメイトや幼馴染など、身近にいる女性を恋愛対象と意識するようになることや、血は喧嘩やすれ違いを経て、恋仲として信仰を深めていく様を、主人公の目線で描いている漫画だな。絆を深めていく過程も面白いんだよね。将来への思いよりも、身近な恋愛が一番大切で、いつもドキドキしていたい。そんな恋愛に興味津々の男子、女子が恋愛成就のために繰り広げる、様々なエピソードは同世代からは共感を呼び、大人からは昔を思わず懐かしんでしまうよな。まさに、恋愛漫画のレジェンドだね。お次は、風伝説ぶっこみのタクだ。初見で正しく読めないタイトル、ナンバーワン狙えるよね。ぶっこみのタクは想像できないよな。週刊少年マガジンにて1991年から、1997年まで連載されていた作品だ。もちろん、題名の風やぶっこみは、当て字読みだ。なるへそ。単行本全27巻が発売されていて、その他に、原作者の先本人が執筆した、小説版の外伝が3巻出版されているんだ。知ってる人もいるだろうが、物語としては完結していなくてな。単行本による連載が終了した後、4巻目の小説でその続編が描かれたが、こちらも完結していないぞ。あらすじとしては、私立横浜港が丘高校に通う、浅川拓は、典型的ないじめられっ子として、日常的にパシリや暴力、カツアゲを受けていたんだ。ひどすぎるよねー。心が痛い。ある日、横浜で名の知れた暴走族、下道のリーダー格である鳴神秀人と出会うんだ。秀人は転校早々に港が丘の相場を一方的に叩きのめし、その強さを目の当たりにした拓は彼に憧れ、バイクや髪型を真似ながら、積極的に話しかけ、そんな拓を、初めは疎ましく思っていた秀人もまた、一途な拓に徐々に心を開いていった。美しい友情だね。拓は秀人との交流の中で、俗の恐ろしさを思い知るのと同時に、弱くとも友人のために立ち上がる勇気を学び、成長していくんだ。暴走族の最盛期とも言われている、80から90年代頃の神奈川県、横浜市、横須賀市を中心に繰り広げられる。本来は族とは無縁のひ弱な主人公が、徐々に強さを得ていく成長物語だな。鉄髪等のヤンキー用語や、当時の族が好んで乗っていた改造バイク。超人的で個性の強いキャラクターたち、漫画のコマにたびたび表記されるびっくりマークやハテナマークや、ハードラックといった当て字の多様、セリフの一部をダブルクオートでくくるなど、非常に独特な表現も大きな魅力の一つとされ、
今日までに本作をモチーフとした数多くのパロディーが生み出されているな。独特の言葉だから真似したくなっちゃうよねー。次に行くか。花より団子だぜ。松潤、いや、確かに道明寺司そのものだったが、今は漫画の話な。マーガレットにて、1992年から2004年まで連載された作品だ。単行本は全37巻、完全版の全20巻が現在発売されているぞ。あらすじは、名門の筋谷素法科の指定が入学することで知られる、英徳学園へ。娘の玉残しを願う母親の勧めで入学したのが、一般庶民の牧野つくしだ。母の願い叶ったじゃん。まあ、それはこの時のことじゃないからな。この学校は、道明寺財閥の御曹司である、司。花沢物産の御曹司の類。日本一の茶道の家元、西門湯の跡取り息子である宗次郎。総合商社である美正か商事の息子、明の、F4 に牛耳られていた。この設定が面白くてねー、キャー F4 よって言ってるの、私です。あれ霊夢の声だったのか。学校は F4 の親から多額の寄付を受けているために、生徒たちはもちろん、教師たちですら彼らに逆らうことができなかった。つくしは、それに違和感を持ちながらも平凡な高校生活を送ろうとしていたが、ある日。つくしは F4 に花瓶の水をかけたことが原因で、花の4人組に赤札を貼られてしまい、学校全体からいじめのターゲットにされてしまうんだ。しかし、正義感の強いつくしは彼らの性根を叩き直さんとばかりに、立ち向かっていくな。それで道明寺が好きになっちゃうんだよねー。ああ、ロマンスの始まりだな。花より団子以上に有名な少女漫画は、なかなかないだろうよ。前編ではコナンが出たが、もう一人有名な探偵がいるよな。キー大地だー。その通り、週刊少年マガジンにて1992年から2001年まで連載された作品だ。2004年夏からは、第2期不定期連載、2012年から20周年記念シリーズと題した、1年間の通年連載を経て、2013年11月から2017年10月までは、金田一少年の事件簿リターンズと改題して連載されていた。あ、リターンズってアニメだけじゃなかったんだ。それは初めて知ったな。あらすじは、名探偵金田一光介を祖父に持つ高校生、金田一はじめが、幼馴染七瀬美雪や、親友剣持勇警部、ライバル明智剣吾警視らと共に、遭遇する難事件を、祖父譲りの抜群の推理力で次々と解決していく物語だ。美雪って名前がいいよね。お前名前フェチってやつか？コナンには、殺人事件のトリックを解決するって流れが多いが、金田一はいわゆるクローズドサークルと呼ばれる、絶海の孤島や吹雪の山荘などでの、隔絶された状況下での事件が多い傾向で、犯人は舞台となる建築物や、施設の構造を利用してトリックを解決するっていうのが多いな。ミステリー好きにはたまらない漫画だよね。何度も読んじゃうよ。次に行くか。イケイナ中卓球部だぞ。ネーミングセンス半端ない漫画だよね。独特だよな。週刊ヤングマガジンにて、1993年から1996年まで連載された作品だな。あらすじはこうだ。稲穂市の、稲穂市立稲穂中学校が舞台になっているんだ。稲中の男子卓球部には6人の部員がいて、部員数こそ少ないが、卓球の大会で優勝したこともある存在感の大きいチームだったんだ。下品な行為で皆から変態だと非難されている主人公、前野。その前野と行動を共にする盟友で、矢吹城に浸水している、伊沢。口数が少なく、とんでもない卑劣男田中。一見まともに見える田辺も、実態は脇がの激しい毒ガス王子。一癖も二癖もある彼らに、部長武田、副部長木下、顧問の教諭柴崎は毎日振り回されていたっていう物語だな。ほら、もうネーミングセンス爆発してるでしょ？毒ガス王子ってのはなかなかだよな。そんな彼らの周辺には、いつも破天荒な事件が巻き起こるのさ。女子卓球部顧問の立川が、部員が増加して練習場所が足りないことを理由に、団卓の部室を侵略すると、それに激しく抗戦する卓球部。夏休みの間に、学校の鶏小屋にホームレスが住み着けば、伊沢がそれを飼いならすしな。やがて、マネージャーの岩下と神谷が加わり、ますます卓球部は賑やかになっていくな。その多彩な人物、異様をつくギャグや思春期真っただ中の少年、少女の青春を描いた物語だ。作中の卓球用語やルールなどは、作者の古谷が中学時代に卓球部に在籍していた経験が活かされているんだそうだぞ。だから本格的なんだね。次は、賭博黙示録開示だ。ざわざわ。まあ、開示といえば真っ先にそれが出てくるよな。あと藤原竜也さんね。実写映画も面白かったよな。週刊ヤングマガジンにて、1996年から連載された作品だな。続編として賭博破壊録開示、賭博打点録開示、賭博打点録開示和也編、賭博打点録開示、ワンポーカー編があって、
2017年からは、賭博打点6開示、24億脱出編が、三金一休のペースで連載されている。あらすじを振り返るぞ。まともな定職にもつかず、自堕落な日々を過ごしている主人公、伊藤開示元井、通称開示が、友人の保証人となって、多額の負債を抱えたことをきっかけに、様々なギャンブルに挑んでいく青年漫画だ。1996年2月、状況を、定職にもつかず自堕落な日々を過ごしていた伊藤開示は、ある日、金融業者の遠藤により、かつて自分が保証人になっていた借金を押し付けられてしまい、法外な利息により、385万円にまで膨らんでいることを知らされるんだ。遠藤に誘われるまま開示は1ヶ月後、借金が帳消しになるチャンスを与えるという、フランス語で希望の名をカンスギャンブル戦、エスポワールに乗り込む。そこが絶望の始まりだったんだね。そこで行われていたのは、カード12枚を使った限定じゃんけんだった。大手金融業者の TI グループが裏で取り仕切るそのギャンブルは、うまく勝てば TI からの借金は帳消しとなるが、負ければ命の保証はないというものだった。開示は幾度となく苦しい思いを強いられるも、土壇場でのひらめきと思考を駆使して、生き残りをかけた勝負に身を投じていくんだ。イカサマされて絶対負けちゃう。っていうようなギャンブルを覆していくのが、なんとも爽快な作品だよね。次に紹介するのは、アイズだぞ。俺のよりいい。霊夢はよりが好きだったのか。週刊少年ジャンプにて1997年1月から2000年まで連載されていた作品だ。単行本が全15巻、完全版全12巻で発売されている。あらすじはこうだ。私立湾田高校に通う高校2年生瀬戸市高は、同じクラスの吉月よりに1年生の頃から恋心を抱いていたんだ。そんな彼に、いおりと二人で新入生ようこそパーティーの実行委員をやるというチャンスが訪れるんだ。徐々によりと打ち解けてきた頃、突然彼を思う幼馴染、秋葉いつきが目の前に現れるんだ。よりへの思いといつきの思いの間で、一鷹は揺れ動く作品だな。この恋がたまらないんだよねー。女の子可愛すぎて、こっちが恋しちゃうよ。そうだな。可愛らしい女の子が多数登場するが、どの女の子も表情や仕草が、豊かで、体つきは生めかしささえ感じるほどだ。よりやいつきの魅力に、思わずやられてしまった男子も多いのではないだろうか。ここにいます。お前は女だろうが、女の子に興味があって、思いを寄せる子もいて、かといって距離を詰められない。自分の気持ちとは裏腹に避けちゃうというような、もどかしさを感じてしまう一鷹の姿が、当時を振り返って、すごくわかると共感する男子も、私の周りにはいたな。等身大の男の子ってやつか。そういう一鷹だからこそ、うまくいかなくて落ち込んだり、少しでもよりとの距離を詰められたら喜んだりする姿に、思わず応援したい気持ちにさせられたんだろうな。甘酸っぱい思いしたい時は、すぐに読みたい漫画だよね。次に行くか。ルーキーズだ。二人寄り添って歩いて、とはの愛を語り。音痴が、それはドラマだよ。1998年から2003年まで、週刊少年ジャンプにて連載されていて、連載後半には、作者の体調不良による休載が続くこともあったが、単行本は全24巻出ているぞ。あらすじはこうだ。二子玉川学園高校、通称古学の野球部とは、かつては春の選抜甲子園出場まで果たしていた、伝統ある部だったんだが、部員の起こした不祥事により活動停止に追い込まれており、現在では不良の溜まり場と化し、部員たちは自暴自棄になっていた。そこで赴任してきた新人教師、川藤光一はそんな部員たちの心の奥底に残る情熱を見抜き、野球のルールも知らなかったが自ら顧問となって、野球部の再建に乗り出すっていう物語だな。はじめは川藤を馬鹿にしていた不良部員たちも、次第に彼の親身になって、自分たちと向き合おうとする態度に心を動かされ、様々な試練や逆境に見舞われながらも一致団結して、夢の甲子園を目指し奮闘していくんだ。展開が熱くて見逃せないよねー。彼らが歩んだ2年間の道のりは、しんどくて、逆風に耐えながら過ごした時間だろうが、それでこそ、見逃せず応援したくなる名作だな。次に行くか。20世紀少年だ。いいねー。映画もやってすごく盛り上がったよねー。20世紀少年は、1999年から2006年まで、ビッグコミックスピリッツにて連載された作品だ。完結編である、本格科学冒険漫画、21世紀少年は、2007年1月から、7月まで連載されてたんだぞ。あらすじは、高度成長による夢と希望に満ち溢れていた時代から、一転して経済は停滞しオカルトブームが起き、世界滅亡の空気まで漂い始めた、1970年前後。そんな時代の中で、少年たちは、地球滅亡を目論む悪の組織や、東京を破壊し尽くす巨大ロボットに蹂躙され、混沌とし、滅亡に向かっていく未来の世界を空想したんだ。そして、それらに立ち向かい地球を救うのは、完全懲悪の正義のヒーローとその仲間たちだ。
くだらないようなストーリーを書いたスケッチブックを、少年たちは予言の書と名付ける。しかし大人になるにつれ、そんな空想の記憶は薄れていった。それが、ねえ？そして1997年、主人公のケンジは、突然失踪した姉の娘のカンナを養い、コンビニを営む平凡な日々を送っていたんだが、お得意先の一家の失踪や、幼馴染みの死をきっかけに、その薄れかけていた記憶を次第に呼び覚まされていくんだ。そして世界各地の異変が、幼い頃空想した予言の書通りに起こっていることに気づくんだ。一連の出来事の陰に見え隠れする謎の人物、友達との出会いによって、すべての歯車は回り出すのさ。この友達のビジュアル不気味すぎて、夢に出てきたんだよね。夢に出そう、じゃ止まらなかったのか。予言の書とは、将来やってくるだろう悪の組織の、地球征服の方法を書いたものだが、これがまた面白いんだよなぁ。20世紀少年の主軸の物語は、子供の頃に思いついた計画をもとに、大人になった同級生、友達が世界征服を計画するというストーリーだ。その友達が一体誰なのか、大人になったケンジたちにはわからない。必死に過去を思い出そうとする過程で、過去の出来事が出てくる。それを読むことで、読者にも徐々に謎が解けていく仕組みになっているのが、とても上手な演出だなと思う。謎が多い漫画は見てて面白いよね。あっという間に最後となってしまったな。鳥はナルトだ。うわぁ、本当に家族も友達もみんな見てたよ。週刊少年ジャンプにて、1999年から2014年まで連載されていた作品だ。全700話構成で、単行本は全72巻と外伝1巻が出ているぞ。あらすじはみんな知ってるからいいよね。冗談はヨシコさん。体内に九尾の妖子を封印された、落ちこぼれ忍者な渦巻きナルトが、里一番の忍びであるホカゲを目指し、仲間たちと共に、数々の試練を乗り越え成長していく物語だな。ナルトは過去に里を襲った美獣、九尾を体内に宿していて、里の人たちからも忌み嫌われている。そんなナルトは、周りの人たちに自分の存在を認めてもらおうと、毎日のようにいたずらをしていたが、忍者学校の講師忍者である、海のイルカと出会い、隠れて修行した、多重影分身の術で問題を解決し、学校を卒業するシーンは第一の感動だったよな。イルカ先生大好きすぎるよ。でも、カカシ先生が好き、霊夢の好みだろうが。そして、よく見たナルト、サスケ、サクラの3人組になるんだな。よく見た？サイのことをお忘れで？まあ、サスケはいろいろあったよな。ナルトはいつもまっすぐ努力して成長していき、里を越えてたくさんの仲間ができる。サスケは、絶対連れ戻す、と里を抜けた仲間を必死で追いかけ、どんなに突き放されても友達だと諦めず頑張る。これだけではナルトの良さは語りきれないので、ぜひ読み返してみたいな。ゴールデンウィークにね、遠すぎんだろ。昭和生まれの私たちが読んでた、1990年代の名作漫画10選、後編を紹介してきたが、いかがだっただろうか。ドラマ化とか、映画化とかしてた作品が多かった印象だな。漫画と見比べてみるのも楽しいだろうなって思ったよ。漫画めくりながらドラマとか見たいよな。それではゆっくりマリサと。ゆっくり霊夢でした。バイならならえば。